山川が構えてるぞ。ここで出せたらもう早めに出していったらなんじゃないの。行ったか？行ったのか？嘘でしょ？嘘やろ？うわ、よし。うわ、嘘やろ。すごすぎる。すごすぎるわ。こんなバッターが俺のチームおったんや。こんな人がうちにおったら、そら日本一になるわ。いや、そら優勝するわ。わっ、出た。しかもツーベースや、これ。すごい。すごすぎる。すごすぎる、本当に。ナイスイングや。ああ、しょしょ、いや、見てる。ああ！これはさよならだ。さようなら。すごすぎる。すごすぎる。赤ちゃんもう寝れんやんけ、もう今日。寝れへんやんけ。なんじゃこのドラマ。あれやな、ファーストランナー周東に返したのもほんの生きたね、これ。すごすぎやろ。すごっ。
わー、これ村上出して打球やな、このセンターへの。うわ、シュートよ、走ったな、これ。うわ、これはもう いや、よかったな、村上 もう溜まってた鬱憤全部吐き出したんちゃう、これで。謝るお前ら村上みんな。村人とか言ってたやつ。三振でいいとか言ってたやつ謝れ。今すぐに。俺はずっと信じてたよ。お前三冠王やぞ、セリーグの。23歳で三冠王取ってる選手やぞ。いや、俺は別に村上をずっと4番で使えと言ってたやん、俺。いや、でもこれね、やっぱすごいのはね、村上のすごいシュートも出ましたけど、やっぱ大谷がさ、1点差の状況で先頭バッターツーベースで出るっていう。あの大谷のツーベースよ、あれ。ねえ。あれでしょ。あの初球打ち。主人公やってやんない、もう。おかしいやろな。なんで配信者が金もらっとんねん、おい。選手にあげろ、そのスパチャ、お前、ボケ。お前、それでシーズン始まったら、野球なんか見向きもせへんやろ、お前ら。ええ、こら。許さん。僕も今から YouTube でスパチャ開放します。な つって。うわ、これ完璧やな、これ。何今の？近っ。あ、近っ。